ロベルト・ヨハンソンは、ノルウェーのスキージャンプ選手である。スキーフライング最長不等距離の元世界記録保持者であり、2017年3月18日に、ビケルスン大会団体戦の1本目で252.0メートルを記録したが、2人後に飛んだ、ステファン・クラフトが253.5メートルを記録し、すぐに更新された。ヨハンソンは、 見事な口ひげの持ち主としても知られている。ヨハンソンは2009年のジュニア世界スキー選手権でのチーム競技で4位に入賞し、2010年のジュニア世界スキー選手権も出場した。2012年1月にヨハンソンはノイシュタットで行われたスキージャンプコンチネンタルカップで最初の表彰台を獲得し、2012年3月には クオピオで行われたコンチネンタルカップで優勝した。ワールドカップでは彼は2013年11月にクーサモで13位になった。ヨハンソンはそのシーズン中2014年1月に札幌で20位と19位になった。韓国のピヨンチャンで行われた2018年冬季オリンピックでヨハンソンはノーマルヒル個人とラージヒル個人の両方で銅メダルを獲得した。 ワールドカップ初表彰台は2017年、スキージャンプ週間インスブルック大会の2位。初優勝は2018年ビケルスン大会である。スキーフライング世界選手権では2018年及び2020年団体戦の優勝メンバーとなった。2021年のオルディックスキー世界選手権では、個人ラージヒルで2位となった。ヨハンソンはピョンチャンオリンピックにて、 オリンピックの2年前に生やし始め手入れされたハンドルバームスタッシュを競った。その独特の口ひげはメディアの注目を集めた。ありがとうございます。